真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど、修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その。お顔が赤くなっておられ
れますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあもう一杯遅れよ。少しでも間違いねえ。俗が盛りの早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギ。どけ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制するんじゃ。気をついてねえな。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。よさるか！
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。犬が。楽にしてやれ。奴らは一体何が望みだ。命乞いするなら命じゃ。楽にしてやる。手を狙え。この向こう水なもののふは誰だ。聞け、ケダモ。拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。家はせる。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。己を買いかぶりすぎじゃ。くっ。酒を飲みながら読み送りにして潰してやる。野郎は一匹だけだ。一人だけだ。
しろってやる。気づけ。気づけ。お逃げくださり。あなた様は守り神様の化身か何？誰もおらん。行くぞ。酒を飲みな。お前はここに来るなら今のうちじゃ。気づけろ。気づけろ。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。潰してやる。してあればよいが。腕が。なんてこった。こいつら百姓は何も持っ。これで最後じゃ。最後じゃ。その先は通り通さえ。待て。おめえみたいな小僧は。こんなに違う。今だ。赤子をどこへ連れてった。頼む。逃げるにもかなわんな。飢え死にしちまうよ。門は放っておけ。壁を諦めな。お前はここじゃ住まいじゃ。クズ。
頼む。諦めない。捕らえたぞ。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄の刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りしときるも、参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。せい。恥さらし、うん、何もできぬな。さあ参れ。何の修練も積んでおらん。修練も積んでおらぬ、うん、力を尽くせ。刀を切ろうとは、武士の風上にも置けん。武士の誇りなど、弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。しません。
の妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、